黄金の世紀と呼ばれたスペインハプスブルク朝の頃におけるスペイン帝国の領土、植民地、俗領スペインハプスブルク朝は16世紀初めから17世紀末まで続いたハプスブルク家によるスペイン統治時代を指す。ハプスブルクのスペイン語名によりアブスブルゴ朝とも呼ばれる。この時代、スペインはアメリカ大陸や太平洋に広大な植民地を有し、 またヨーロッパにおいてもネーデルラント、フランシュコンテ、北イタリア、南イタリアなどを支配下に置いた。カルロス一世はまた新生ローマ皇帝を兼ねた。1580年から1640年にかけては、ポルトガル王も兼ねることで、イベリア半島全域を支配するだけでなく、ポルトガルが南米やアフリカ、アジア沿岸に持っていた植民地をも合わせ持つことになった。 スペインハプスブルク家及びオーストリアハプスブルク家では一族内での近親婚が繰り返された。また、フェリペ2世以降は三親等間での結婚が増える。それには以下の要因があった。結果、縁組できるのはフランス王家、ポルトガル王家、ボヘミア・ハンガリー王家、ポーランド・リトアニア王家、オーストリアの同族のいずれかに絞られることになった。しかし、 フランスとは30年戦争以来敵対関係になり、ポルトガル王家は、フェリペ2世以後スペイン王家と同一に、ボヘミア・ハンガリー王家は、フェルディナント1世以後オーストリアの皇帝家と同一になり、ポーランド・リトアニアでは、バーサ家の断絶後は、王位の世襲が絶えて、特定の王家が存在しなくなった。そのため、オーストリア・ハプスブルク家との間での結婚、つまり、 フェリペ1世の息子カルロスとフェルディナントの子孫の間で近親婚が繰り返された。その結果フェリペ4世のこのカルロス2世は遺伝子系の疾患を持って生まれて創生、後継ぎもなく断絶したと言われる。スペインハプスブルク家の近親婚の程度を示す近郊係数をコンピュータで計算してみたところ、初代フェリペ1世の時には0.025だった数値が、 松大のカルロス2世では0.25 2まで上昇していた。その間に行われた11組の結婚のうち9組が宿鉄婚であった。また0.2以上の近衡係数の王族も複数いたことが判明している。スペインハプスブルク家内の乳児死亡率は当時の農村部の乳児死亡率より高かった。これはスペインハプスブルク家に関して しかも末期を除いてであり、オーストリアハプスブルク家は、文家が、比較的多く縁組の選択肢となり得たほか、バイエルン系ビッテルスバッハ家や、価格が高いとは言い難いゴンザーガ家、プファルツノイブルク家、ブラウンシバイクリューネブルク家からも、日を迎えている。プファルツノイブルク家からは、カルロス二世イヒマリアナも出ている。スペインハプスブルク家、断絶の原因は、 近親婚家研究結果。アフップブニュース httpww.afup ブ .com アーティクルエンバイ e n ントサイエンス e ットサイエンステクノロジー2592887 40357192011年10月14日閲覧ありがとうございます。